下敦です、本日ね、ギタリストである、加納治先生に、レッスンを受けてまいりました。改めてね、加納治先生のプロフィールから紹介したいと思います。私がレッスンを受けている、その人がどんな人かということですね。公式サイトを拝見しまして、主な共演者として、ゆいさん、あの女性のね、ゆいさん、そしてポルノグラフィティさん、そして西野カナさん、大ヒットしましたね。そしてありがとうございます。そして、ウルフルズさん、そして真心ブラザーズさんなど、まあ、そうそうたるメンバー、の、ギターを、弾いております。そしてですね、一番皆さんがご存知なところでは、西野カナさんの楽曲にたびたび PV の中でギターを弾いている姿が映し出されております。 PV の中に登場しています。すごく大ヒットしました。あの中でもギター弾かれてるんだと思いますが、非常にね、丁寧にギターをレッスンしてくださっております。ありがとうございます。改めまして、で本日、教えを受けてきたのは、正直言って私のギタープレイがね、行き詰まってきたんです。いつも弾いているこういうフレーズですね。これのワンパターンになってしまって、ここから上のね、もっともっと上のというのがどうしても指的に進めなかったんです。そこで今日提案を受けまして、いつも E マイナーというね、E から始まるこれだったんですが、 A マイナーから始まる運指に変えてみたらどうかと。 A マイナーの曲、もしくは D マイナーの曲で、ちょっと今日やってみないかということで、いろいろなヒントをいただきました。その結果ですね、このようになりました。ここから始まって、まあいつものここから上がってきます。弦があったんです。でこの弦がを超えて、ここからさらに上がります。ここまで上がれたんです。これ最後のフレットです。ここまで使えるようになりました。本当に素晴らしいレッスンを受けさせていただきました。わずか1日でね、今までここから始まってここで終わりだったのに、ここまで上がって、さらにここに上がって、そしてここまでです。これで一つの完結じゃないですか。ここまで来れたっていうのはね、本当に私も自分で驚きました。教え方が上手い人が教えると、こんなにもスムーズにね、上まで上がっていけるのかっていうのはね、本当に素晴らしいですね。さすが大ヒット曲の中でギターを弾くっていうのは、皆さんね、すごくロックギタリストのプレイヤーなんかがすごい、当然すごいんですよ。それ分かりますけど、大ヒット曲のバックでプレイするその重圧、
当然あの何万人とかのコンサートじゃないですか。そこでそんなには目立たないですよ。ですがミスピッキング一つ許されないと思うんですよ。さすがその重圧の中でギターを笑顔でプレイしてきた人は、ね、違いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そういう人はね余裕があります。むやみやたらに早く弾くんじゃなくて一音一音を本当に大切に弾きますね。びっくりするぐらい早く弾けるんですよ。でも私に教えるときはそうじゃなくて、私はそういうプレーを目指してるんじゃないっていうことをすごく理解されてて、私はあくまで楽曲提供するアレンジャーとして活動していきたいんですね。ですからアーティストがどういうふうに歌うためのギターを弾くかっていうことを教えてくださるわけです。そのために、どういうギターを弾いたらいいかっていうのをね本当にうまく教えてくださいますね。加納さん先生本当にありがとうございます。なかなかねまず教えていただくこと自体が大変なんです。先生の方にも拒否する権利っていうのはございますからね。教えていただけるようなプレーがまずできたっていうことがね誇りであります。そして自分のねエレキギターの先生は加納さん先生なんですが、その先生に教えていただける立場に立たせていただいた本当黒沢楽器さんには本当に感謝いたします。ありがとうございます。そしてねこれからもね、皆様に楽しんでいけるようなコンテンツを配信していきたいと思います。今後のねこのチャンネル竹下敦のね簡単なギター教室でいいのかな、ぜひねご覧になってください。ギターはとっても楽しい楽器です。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。